お父さん、親父、なんか言ってよ。そっか、この人たち僕のこと嫌いなんだ。お世話になりました。僕はお父さんとお母さんのところへ行きます。これってじいちゃんばあちゃんのとこってこと？だけどあの人の両親はずっと前に亡くなって。え、親父、お父さん、謝らないで。4番線各駅停車、まもなく発車いたします。危険ですので駆け込み乗車はおやめください。あの時より寂しそう。どうしたの？お姉さん、夫の家がどこにあったか分からなくなっちゃった。本当の家？あ、見つけた。おふくろ、こっち。いたよ、親父。お父さん、お父さん。え、何よ。さ、帰りましょう。昨夜はちょっと言い過ぎたかもしんない。そうよね、いろいろあったから、たまにはこんな若い子とも遊んでみたくなるわよね。許すから、許してあげるから。だからとにかく帰りましょう。え、あの、それってどういうことですか？うちの親父といいことじゃねえ、やらしいことしたんだろう。知ってるぞ。うるさい。家に帰りたくないな。なんかおじさんすごく寂しそうだったんだけど、私てっきり口説かれてるのかと思って。じゃあ私と援助交際でもします？冗談のつもりで言ったんです。それなのに。家族に心配かけちゃいけません。このお金で家に帰んなさい。こんなにカードまで。ちょっと、いただけません、こんなの。おじさんの姿はすでになかった。私は反対側の階段を降りたので事故には気づきませんでした。すみません。それじゃあ親父は無実。待ちなさいよ、お父さん。どこ行くんだよ。あなたたちは誰なんです？僕は本当の家族のいるところに帰ります。ひどい。私たちが何したっていうのよ。したよ、ミノル。俺たち親父に見捨てられたんだ。いやよ、そんなの。だってお父さんがいけないんじゃない？何にも言わないお父さんがいけないのよ。おふくろ、寂しいなら寂しいってそう言わなくっちゃ分かるわけないじゃないの。どうしてあなたって人はそうやって何でもかんでも黙ってればいいと思って。一緒に来てほしいならそう言ってくださいよ。そしたら北海道でもどこでも一緒に行くから。だから、北海道。あ、思い出した。毛ガニとトウモロコシを買って帰るんだった。そうだ、そうだった。お父さんね、毛ガニ送ってちょうだい。毛ガニ。俺、トウモロコシね。お父さん、私たちのこと忘れてない？軽い気持ちでひどいことばっかり言ってた。その後親父は急速に回復した。ストレスがなくなったらしい。そして北海道への転勤も無事済んで。親父は記憶を失っている間のことはよく覚えていないというが。
桜の花が咲きました。グリーンアスパラとトウモロコシ、とても美味。ありがとう。冬になったら毛ガニ送ってくれるって本当ですか？楽しみにしてます。おじさんへ、エミリ。また届いたみたいだね。みたいだね。怒らないの？別に、高校生相手に腹立てたってしょうがないでしょ。たく、本場だっていうのに毎晩は食べられないわね、お父さんの給料じゃ。ご飯の支度できたわよ。はいはい。大好きなトウモロコシが美味しいから、まあいっかって感じかな。いただきます。あれから僕が手にしたのは寂しさかもしれない。そんな気持ちを抱えたまま扉を開けてしまう。離れてゆく君の心になんとなく気づいてた。無理やり笑ってみせたのも今思えばおかしいね。すれ違う時間、どうしようもなく届かない想い、臆病になって言葉なくした。さよなら、あの日口にしたのは僕で、それは傷つくことから、鬼嫁と噂される主婦利根川瑠璃子。先日夫と姑を亡くしたばかりだ。ある日私は彼女から大量の鉢植えを預かることになる。その中から現れた白いかけら、これってもしかして骨だとすると一体誰の？こんなこと知ってしまって、わ、私殺される。次回の高橋留美子劇場は鉢の中、お楽しみに。